米国に新たな行政府が発足した後、米韓同盟の未来はどうなるのだろうか。これに関して中国の変数に対する韓国の態度が注目されると、米国政府が運営する国営放送ボイス・オブ・アメリカは報道した。ロバート・ガルーチ元米国北各得氏は米韓両国は同盟を通じて利益を得ており、これからもある程度続いていくだろうとして、 このことは米国全体で一般的に考えられていることだと伝えた。ただ時間が経つ中同盟がどのように進化するかは、同盟の利害関係によって決定されるだろうと付け加えた。VOA は同盟の進化をもたらす核心要因は中国の変数だという意見が圧倒的だと伝え、次期米国政府は米韓同盟維持に優先順位を置くが、対中国建制戦略の中で同盟の価値を再確認し、 共同対応の方向を再設定する作業がなされるものとみている。韓国は中国の否定的な反応を意識して、即興的で短期的な決定を下したり曖昧な綱渡りをする一方、米国が構想しているインド太平洋戦略に同盟国として一層積極的に参加するよう要求されるという見方である。バーウェル・ベル元在韓米軍司令官は韓国は自由で独立的な民主主義として残りたいのなら、 中国の領域の下に入っていかないようにしなければならないとし中国はマルクス主義全体主義政権でロシアのソ連樹立の時と同様隣接国をその統制下に置こうとすると指摘した。マイケルを反論。米ブルッキングス研究所上級研究員は中国とのバランスを取ることを可能にする米国との同盟は韓国に利益を与えるものだがそれを決定するのは韓国自身だとしながら 米軍は韓国から撤退する場合、絶対再び戻ることはないだろうとし従って韓国は慎重にこれを決定すべきで、おそらく北朝鮮による脅威が少なくても部分的に緩和された後に、選択すべきだと語った。